はい。皆さん、こんにちは。物販講師の黒沢です。今回はアナログリサーチが一番大切といつも主張している物販講師の私が唯一皆さんにおすすめできる転売物販関係の商品リサーチツールについて説明させていただきます。商品リサーチというのは主に2種類あって、1つは私が申し上げた通り、自分の目と手を使って地道に地味にリサーチしていく方法ですね。 Amazon の商品の検索結果を見てみて、その中で該当の商品の売れ行きだとか、どういうバリエーションが一番人気があるのかだとか、価格帯だとか、そういったことっていうのをすべて Amazon 上もしくはアリババ上からチェックしていくっていうやり方です。もう一つは俗に言う転売ツールっていうものを使って、特定のデータをパパパパッと入力するとわっと対象の商品が出てきて、その中からポコン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 と選んでいって買い付けるっていうやり方なんですね。この2種類のうち、よく転売関係、物販関係の塾だと、うちはこういうオリジナルのツールがあるから大丈夫ですって言ってる人たちがいるんですけれども、私はその物販のやり方っていうのはあくまでも一発屋の花火に過ぎないと考えています。理由は簡単で、物販の基礎的な知識がない人がそのツールを使って同じ手順で同じように商品をリサーチしたら、同じような検索結果しか生まないんですね。その中でたとえ別々の商品が見つかったとしても、出し方も含めて非常に平易かつ短絡的な出し方をみんな同じようにする。じゃあ同じようにするっていうことは、何の独自性も差別化もできていない状態で商品をただ右から左へ流すっていうやり方なので、そのやり方っていうのは物販セラーとして短命に終わることは目に見えています。しかしながら、転売塾っていうのはなるべく多くの人を集客しようと思って、物販に慣れていなくても誰でも簡単ですよっていうことをアピっているところが非常に多いのは、私としては非常に残念なことなんですね。だから基本的に物販っていうのは、まずご自身の目と手を使ってしっかりと Amazon だったら Amazon、 特に販売先のサイトですね、販売先のサイトのデータっていうのが一番大切なので、販売先のアメリカ Amazon だったらアメリカ Amazon のデータっていうのをしっかりと見定めて、その中でどこの指標をどのようにチェックしていけばいいのか、どういう情報は不要でどういう情報が重要なのかっていうのをご自身の目で頭で精査できる状況にするっていうことが、長い目で見てとんでもなく大切なことだと思っています。ただそんな自分でも唯一おすすめできるツールっていうのがあるんですね。それがセラースプライトというツールです。この動画の下に割引のクーポン、アフィリエイトコードなんですけれども貼らせていただいています。 20% オフ、月額制のものなんですが 20% オフで購入することができますので、ぜひ興味ある方はまず無料登録からやってみてください。別にアフィリエイトコードなので、セラースプライトをやっている、すでに登録している方っていうのは発行できるものなんですけれども、私のを通して申し込む方が利点っていうのがあります。それについても今回の話っていうのを聞いていただければよくわかると思います。ちなみに私の生徒さんっていうのは特別に 30% オフのクーポンっていうのを発行していただいて、生徒さんは 30% オフでセラースプライトを利用することが可能ですから。はい、動画の途中ですが、先にセラースプライトの登録方法と割引クーポンの使い方について話させていただきます。動画の中では 20% オフって申し上げていたんですが、その後 25% オフのクーポンまで、こちらの動画ご覧いただいている方、生徒さんでなくても発行することができました。利用していただくことが OK となりましたので、皆さんは 25%、 私の生徒さんは 30% オフのクーポンを発行できるという形になります。まずこの動画下の URL をクリックしていただくと、このページに飛ぶんですが、この右下の方にある新規登録をクリックしてください。そして必要事項をすべて記入いただいた後、セラースプライトを登録をクリックしていただきます。セラースプライトにログインしていただき、こちら一番上の右の方にあるマーケットプレイスというタブをクリックしてください。基本的にはスタンダード会員から始めると思いますので、このスタンダード会員というところの下にあるペイパルでもクレジット決済でもどちらでも大丈夫です。ご都合がよろしい方をクリックしていただくと、こちらですね、こちらに割引クーポンを入力する場所があります。こちらに本動画下に併記させていただいている割引クーポンの番号を入力していただき、有効性をチェックするをクリックした後、PayPal であれば PayPal 支払い、
クレジット決済であればクレジットの支払いに進んでいただければなと思います。このやり方でまず登録することによって無料会員に自動的になり、その後私が今回提供させていただいている割引クーポンを入力し、割引価格で毎月有料のスタンダード会員以上のプランに登録することも可能となります。この動画をご覧くださった生徒さんでセラスプライトやってみたいなっていう方は直接私にチャットワークでご連絡いただければ幸いです。さて、じゃあなんでそのセラースプライトというツールであれば私がおすすめできるのかっていうと簡単なんですね。実はそのセラースプライトというツールの日本語の監修を有料で行っているのが私だからです。日本人がわかりやすいようにしっかりと直しながら皆さんに提供しているっていう状況なわけなんです。要するに私っていうのがただ使っている人間、セラースプライトを使っているから皆さんにおすすめしているのではなくて、そのセラースプライトの解説の日本語監修に内部の方から携わっているからこそ、その内側の機能の素晴らしさっていうのは重々承知だから皆さんにこのように紹介できるっていうことです。今ご覧いただいているのが私が実際にセラースプライトの会社とやり取りをした、翻訳の監修をした際のやり取りのファイルになります。それをご覧いただければなと思うんですが、例えばセラータイプ分布っていうのをクリックさせていただきます。これ実際にもうすでにブログなどでご覧いただいた方も多いと思うんですが、こちらの日本語を私が監修したっていうことですね。このような形で中国語と、あとセラースプライト側の日本語に長けている方っていうのが翻訳した文章っていうのが送られてきます。それを私は青の文章で訂正を行ったりだとか、こういう説明を書かないとやっぱりお客さん側はわからないよっていうところは赤で書いたりしてですね、やり取りをしているっていうことです。実際にまあいくつか文章って読ませていただきますと、こういったところ見てみましょうか。これがあの中国人の方が現地のスタッフの方っていうのがまず日本語に直したものです。左のグラフが表示する A 進数と売上の円柱の長さを通して明らかに Amazon 直販の商品数と売上シェア率は一番高く、自社発送のダダダダって書いてありますね。この文章っていうのは日本語としても相当しっかりとね作られているものではあるんですけれども、自然な日本語かっていうと不自然な日本語なんですね。それを私が翻訳すると、翻訳というか翻訳の訂正を、構成を行い直した結果っていうのが、左のグラフに表示されている A 進の数と売上の円柱の長さを見てみます。すると明らかに Amazon 直販の商品数並びに売上のシェアが一番高く、自社発送における同項目の割合は一番低く、みたいな形で、当然なんですけど私日本語母国語ですからしっかりとした自然な日本語に仕上がっているんじゃないかなっていうふうに思います。日本語を外国語として勉強している方の日本語の先生もやっていましたし、英語の講師もやっていましたし、英会話の講師もやっていたんですね。こういった語学の基本的なスキルがプロフェッショナルとしてあるわけなので、その技能を買っていただいて、私がこのような形でセラースプライトの日本語の文章っていうのを構成再構築するっていうことを行っています。日本人の方が読んで読みやすい文章になっているかどうか、かつ初心者の方が見て、またセラーの専門用語に長けていない方が見てよくわかる内容になっているかどうかっていうところにも重きを置いて、そのセラースプライトが物販初心者の方でも中級者上級者の方でも使いやすくなるような解説っていうのを構築させていただきました。このような作業を通して私自身はセラースプライトの機能っていうのを誰よりもよく知っている人間の一人だと思うんですね。その自分自身が日本語でしっかりと翻訳していく中で感じたことっていうのは、セラースプライトっていうのはできないことがないツールなんだなっていうことなんですよ。どこに着目するかっていうのはセラーの方によって好みが違いますよね。例えば売上の金額なのか、よく売れる個数なのか、どこに着目するかによって、やっぱりリサーチの方法っていうのは初っ端からどんどんツールを使ったとはいえ変わってくると思うんですが、どのようなニーズでも答えられるように作られているっていうのがセラースプライトです。よくいろいろな塾とかスクールのオリジナルのツールなんてありますけど、そういったツールっていうのははっきり言えば資本力がなさすぎるんですよね。こちらのセラースプライト施設の生徒にある会社っていうのは莫大な資金力っていうのをバックにして、もう惜しまずに出し惜しみせずに資金を投入してツールをガンガン開発し続けている。そしてどんどん新しい機能っていうのが未だに出てきているっていうのは、非常に私とすれば尊敬すべき点なんじゃないかなっていうふうに
思います。話をまとめます。今回はアナログリサーチを重視している私が唯一紹介できるセラースプライトというツールの触りについて説明させていただきました。ただあくまでもこういったツールっていうのは補足的なものであって、まず大切なのは皆さん自身の目で一つ一つの指標をキャッチして、その指標っていうのを自分自身で判別精査していくことだと思うんですね。今回の動画を通して、もしこのツールに興味を持たれた方、ぜひ無料登録もできるので、この動画の下のリンクっていうのをクリックしていただき、クーポンコードっていうのがありますから、そのクーポンコードを入力していただき、ぜひまずは無料お試しからやってみていただければと思うんですが、まだ物販やったことがないのであれば、まずはご自身でしっかりとアリババだったり、中国物販の方であったあればアリババだったり、アマゾン輸出とか私が行っている中国アメリカに興味ある方であればアメリカアマゾンだったり、実際の商品を買い付ける国のサイトと、商品を販売する国の該当するサイトをアナログで見るっていう練習も同時進行で必ず行ってください。実際のセラースプライトの具体的な使い方についてはすでにいろんな動画っていうのは出てるとは思うんですが、私もまた別の動画を通して実際の使い方、こういう使い方をするといいよっていう話をさせていただきたいと思います。またこういった日本語の文面についてはセラースプライトの方でね、すでに私が監修した文面、日本語の文章っていうのはどんどん出ているとは思うんですけれども、この文章ファイル自体も気になられている方がまだいらっしゃるとは思いますので、それについても何かしらの形で皆さんに公開提供させていただくことっていうのも考えています。もちろん先方セラースプライト側の承諾を得てからこういった文章ファイルっていうのは皆さんに公開させていただく流れになるんですけれども、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。というわけで今回はセラースプライトというツールについて紹介させていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。